アロハスポナビハワイマサです。今日は2020年12月17日に再開したダイヤモンドヘッドに来ました。皆さんきちんとマスクをつけて楽しんでいました。でもマスクをしながらのハイキングは正直しんどいです。皆さんご存知の中腹にある展望台、ここからの景色もいいですね。中腹を過ぎると山頂まで階段が続きます。久しぶりの階段、しんどいけど楽しいです。トンネル内は気をつけて進んでください。トンネルを抜けたところにある急な階段は現在登れなくなっています。残念。ここまで来ると山頂までもう少しです。山頂のこの景色、やっぱり最高です。ワイキキを一望できてすごく気持ちいいです。あー、よかったー。